東京パラリンピック開幕まで間もなく1年です。組織委員会が21日会見を開き、会場に足を運んで歓声を送ってほしいと一人でも多くの参加を呼びかけました。大勢の観客で埋まった客席とその歓声は出場する選手の励みになります。一人でも多くの方に奇跡を作る一人として参加いただきたいと思っております。また東京パラリンピックのチケットの第一次抽選申し込みが22日の未明から始まります。公式販売サイトで来月9日まで受け付け、結果は10月2日に発表されます。オリンピックよりも価格は低く設定されていて、一番高いチケットは開会式の15万円、競技の最高額は水泳などで7000円、最低額はカヌーなどの900円となっています。